いらっしゃい。私も村の。毎度あり。またどうぞ。Thank you.
Thank you.
秀千代殿だったとは、流行りすぎたようだ。徳川が家臣、服部半蔵にござる。ここはまだ敵地。我らは藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ。時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。ほうほう、我らにぎたまと同じ気配がするの。新人より生まれ、人に寄り添う我らにぎたま。そして怨念より生まれ、人を喰らう新たま。この二つの均衡をなくしては、世にあるすべての正義は成り立たぬ。長き戦乱で怨念が募り、新たまばかりが勢いを増しておる。このままでは均衡は崩れてしまおう。天下太平がために戦う徳川に力を貸すがよい。案ずるな、わしがついてやろう。気に入られたか。続きはかけながら話そう。我ら伊賀衆が手を配り、家康様は無事に三河へ戻られた。しかし徳川が陣立てを整えるのはまだ先になろう。藤吉郎に対抗した織田の急進たちはことごとく敗れ、ついに柴田勝家殿も劣勢に追い込まれておる。そこで徳川に代わり勝家殿を助けてもらいたい。勝家殿の居城は北の将。ここ伊賀より山を越え近江の北へ向かうがよい。勝家殿、そしてお市殿を救えるのはお主のみだ。